続、三国史演義。一章、三国時代終わる。第二回、五章は貧霊の軍営に包略を図る。真の太閤元年、二百八十年。神帝の司馬炎は正月に出兵して、四月に五を平定し。 五月には姫名港に報じられた孫公を落葉で隠見した。その際、長官と土曜は次のように上層している。孫公は陛下の御命令に従いましたが、なおいくつかの衆軍が抵抗しております。速やかに軍勢を使わして平定すべきです。昭案して異武するにしても、 虎を養って、後換を残してはなりません。神帝はその上層を入れ、各地に将兵を派遣した。官軍将軍の羅将、左将軍の劉皇、右将軍の三官先方将軍の修氏副将の九金、油産、秘書、王仙、 五軍の劉教、東洋たちは、十万の軍勢を率いて、霊南にある甲州、甲州の平定に向かう。霊南とは、五霊山脈の南を指す。五霊山脈は、越上霊、途方霊、宝書霊、帰伝霊、大湯霊の五つの峰からなり、京州と南の甲州を隔てる。 また、過を総帥とし、平等将軍の加工春、左軍副将の海景、優軍副将の広報銃、破敵将軍の新前魚敵将軍のリビたちと共に、十万の軍勢を率いて、将党、憲兵の平定に差し向けた。諸軍は早朝に落葉を発すると、二筋の道に分かれて敵地を目指す。 広州は現在の関東省にあたる。広州は現在のベトナム北部にあたる。小島とは南から長江に注ぐ小水の東岸を指し、慶州調査軍を指す。憲兵とは、小水の合流地点から長江を遡上して覇食に入る手前、不況の北岸にあたる。 霊南を目指す羅昌の軍勢と憲兵を目指す加ボの軍勢は、高領のあたりまで軍勢を並べて進み、そこから羅昌は南に小水を遡り、加ボは西に長江を遡ったと考えるのが良い。この時、陸安が五の公衆史を務めていた。陸安は、 史実では王春と戦って戦死している。その父は、真の陽子と対峙した陸公であり、孫権に仕えた陸孫の孫にあたる。陸東三略の兵学に通じ、天聖聡明にして父祖の風を受け継ぐ。新兵が指導より後に攻め込んだとの噂を引き、 陸安は少子を召して対策を図った。その副将に南洋出身の東州、あざ名は県仙というものがあり、これまた知識に優れている。その東州が軍議の席にあって次のような意見を述べた。急ぎ相互大使の王妃、思考大使の予想を召して 兵を開始、もに国難に赴くべきです。陸安もその意見に同時、死者を相互と思考に使わすこととした。公州の周知は歩総合法、相互軍はその西隣、思考軍は北隣にあたる。非ならず、王妃と旅相が軍勢を率いて公州に至り、陸安に開する。 また、江南履守の勘将、白鵬も古万の聖兵を率いて、甲州に向かったという。諸将が愛まみえて、窮割を除すると、陸安は主演を開いて艦隊する。ついで、軍議を始めようとしたまさにその時、洋神、留学、閣連、当州が門上に駆け上がり、 環境と白鵬の到着を報じた。陸安は彼らを生じ入れると、健康が飛球との知らせの実情を正す。江南とは、広州南部と解されるが、広州の周知は港市、現在のベトナムにあたる。環境が慌ただしく答える。健康は、真の欧州が率いる大軍に陥れられ。 主将は将を放じて幸福をこい、すでに城を出られたとのことです。我らは事態を挽回するに力及ばず、逃れてここに参りました。こうに従って、再び国難に赴かんと願うのみです。主将は、進下が主君を指して言う場合に使う。一座の諸将はこの言葉を聞くと、顔を覆って大黒した。 当州がそれを制して言う。国しても無益です。先ほどからの軍議を聞く限り、我らがこの東南辺境を建守すれば、再び孫子の一族を衰退して宙を尽くすことも叶いましょう。陸安がその言葉に続けて言う。諸公にその意志があるならば、この公州を離れてはならぬ。 さするに、非ならずして新兵がいたろう。この地を守り抜くならば、我らは大山のごとく盤石でいられるのだ。陸安の言葉に、陽心が勇み立って応じた。列席の諸侯は国家の忠義の真であり、東南地方の重鎮です。ただ心を一つにして助け合い、共に、 神兵を退けるとあれば、何を憂えることがありましょうか功名を立てることとて、はだ安く、誰がその労を惜しみましょうこの甲州で、ふぐ大天の急敵に恥をすぎましょうぞ遠赤が果てて、諸将は陣営に戻り、翌日再び散会することとした。 翌日の軍議の席で、陸安の佐領の一人が通った。新種が御事のりを発してから、我らを招安した場合、将軍はどのように処されますか我らは代々後の放禄を判できた。たとえ史上がかつて暴虐で現れたとしても。歴世にわたり、高等の地を守って民を保った功があり。 それを覆す大罪を犯してはいけない。それにもかかわらず、信は明文なく戦を起こし、なりに隣国を侵奪した。我はそれを深く恥であると思う。たとえ国が敗れたとはいえ、どうして真氏の昭安に従えようか。陸安がそう応じると、王妃も賛同する。 陸、甲州、陸安、甲州は官職名の中間と誠実は白日をも貫こう。主生が敵に下られたと聞いても、真摯たる者がいたずらに放禄をはんだ上、風紀を図って旧敵の鋭釈を求められようか。それを聞いた陸安は浮かぬ顔で懸念を口にした。真が強兵を頼んで、 兵馬で威圧するならば、ただ戦うだけのこと、対処はたやすい。しかし、主張の主相を得て短期で持ち来たったとすると難しくなる。まずは、真の出方を見るのがよかろう。それよりほどなく、早馬が城に駆け込んで知らせる。羅書を元帥とする十万の軍勢が、 調査の大道よりこちらに向かっております。死ならずして宗教に至りましょう。百姓を驚かさぬよう、速やかに防備を整えればなりません。陸安は報告を聞くと、防御の方策を講じるべく軍議を開いた。軍議の席で、諸将の列より一人が進み出ている。今、 神軍は一路によって攻め寄せております。まずは猛将を選んで一万の兵を与え、貧霊の強硬な地形によって防がせれば、羅将に百万の軍勢があって、官の高祖に仕えた陳兵が計略を立てたとしても通過できますまい。その上で、聖兵を率いて周辺の用地を抑え、いつをもって敵の牢を待てば、十万の神軍といえども、 手の打ちようはありません。座して日を送れば両末にも事欠き、撤退せざるを得なくなりましょう。その時期を見計らい、騎兵を出して新軍を襲えば、勝てぬはずがありません。羅将の軍勢を一周すれば、軍の士気も上がります。それより、国土を回復する刑を立てて、 国の恥をすすぐのが良作といえものです。貧霊という地名は師匠にない。調査から小水を南に遡って五霊を越えれば甲州に至り、五霊は貧県の南にあって頂から甲州までは遮るものがない。貧県の南にある五霊の暗部と考えるのが良いだろう。 この人はすなわち、陸安の重帝、南蛮皇位の陸源であった。陸源は陸皇の子として名のみ伝わり、議席を書く。南蛮皇位は、新女、職官士によると、芝縁の地政には上行に置かれ、おそらく五慶蛮の陳部に当たったと考えられる。 その後、慶州主事が兼任することとされている。よって、南蛮行為が広州にいる設定は、当時の実情とは異なる。検定の計り事は良いが、誰を選んで貧礼に使わすべきだろうか。治癒兼備の者のでなくては、この人には当たれぬ。おそらく、耐える者は少なかろう。 検定は年少の兄弟、または親戚を呼ぶ際に使う二人称。陸庵の言葉が終わるより早く、一人の大将が進み出た。生まれつきひょうのような締まった顔立ち、虎のように太いうなし、狼のように鋭い眼光、獅子のごとく太い眉。身長9尺。 約二百八十センチの大男。林のような紫の髭を伸ばして、その旅力に及ぶものなく、世にも稀な勇士である。これは、五軍技工の人にして、聖涼旧都督の州法の子。清は州、名は書、あざ名をシーンという。 疑心の一尺は24.12センチ。著述された民代は31.1センチに相当。以降、尺は民代に従って平気する。陸腕が心霊の守備に耐える将がいないと嘆くのを聞くや、その前に進み出て言う。少々の際では、 忍に耐えぬと思いかもしれませぬが、願わくば貧霊に赴き、新軍を押しとどめてご覧に入れましょう。お任せいただければ、決してご期待に背きません。少々は、武人が使う一人称、ヘリクだって言う場合に使われる。陸安は衆書の言葉を聞いて言う。 シーンが貧霊に行ってくれるのであれば、もはや心配はあるまい。衆書を先方に任じると、官軍将軍の環境を左翼、破敵将軍の白鵬を右翼として二万の兵を授け、貧霊の関載に入って、新軍の進行を防ぐよう命じる。衆書、環境、白鵬の三人は即日、 馬を飼って、貧令に向かうこととなった。その出発にあたり、陸安は杯を挙げて鼻向けとし、訓令して言う。貧令は高難第一の妖怪。これに被験する用地はない。少々和訳法略を巡らし、新軍を侮り、軽んじて、軽率に出戦することのないように。 ご経年には及びません。州将軍が出馬するのであれば、東南地方の民も休んじておられよう。陸安と州書のやりとりを聞き、傍らの陸源が陸安に耳打ちしている。すでに決まったこととはいえ、シーは正拷問なるがゆえに、 敵の挑発に激するか、無謀につけ込まれて軽略に陥るおされがあります。シーンだけでは従前ではありません。さらに一人の優れた参謀を得て助け合わせば、万一に一つの誤りはありますまい。誰を参謀として使わすべきだろうか。中軍師話を務める諸葛心がよろしいでしょう。 この人は計りごとに引入れて、その知識は深く広く、諸葛死ゆ、諸葛金、死ゆはあざな、の孫だけあって、不祖の風格を受け継いだ長者であると、誰もが認めております。彼を参謀に任じれば、死因の欠点を補えましょう。芝は、死死に属して軍事を総括する勘だが、ここでは軍参謀の意と考えられる。 陸庵はその言を入れて人を遣わし、諸葛心を召し出した。貧霊の出兵を命じると、諸葛心は金然として埋めない。宗書、環境、白宝と共に貧霊に向かったことであった。